クオス R2 登場。 R から進化してるのかしら。電子レンジマンの動画、川番が積んだもんなのだ。四国メタンですが、今月は最新スマホのレビューが結構多くなるんだけど、それはそれとして別にまた中古品も買ってみているのだ。中古の方が10分の1以下とかで入手できるから気楽で良いわね。マージ用は減るだろうけども。それで今回はこのアクオス R2 を買ってきたわけか。近所だと全然売ってないので楽天で注文してみたのだ。トリスマ1号店というお店で7200円、500円クーポンと SPU によるポイント還元で実質6043円くらいだったのだ。その値段なら悪くなさそうね。2018年のスマホではあるけども、バッテリー劣化的には問題ない在庫が来るらしいのだ。状態的には B ランクレベルだね。状態としては多少ダコンとか傷とかがあるっぽいのだ。まあ多分イオシスやジャンパラだと C ランクレベルだと思われるね。楽天やリオの B ランクは大手中古スマホ販売店の C ランク以下と考えておくのが無難。ちなみにこのトリスマ1号店では7日以内であれば返品も受け付けてくれるようなのだ。割と親切ね。概要欄に商品リンクがあるので、もしも買うならチェックしてみてくれよな。というわけで宅急便で届いた荷物を開封してみるのだ。よし。専用の宅急便コンパクトの箱になってるのね。スマート留守電の宣伝のチラシが入ってるのだ。あと返品対応用のシートも同封されてるので、記入して返送すれば返品できるんだと思われるのだ。ウェブフォームとかじゃなく紙になってるのは一般の人だと分かりやすくて良いのかもしれないわね。本体を見ていきましょうかね。パジャマで動画撮るなよ。バナナ兄弟パジャマ着て。100円ショップで売ってる USB タイプ C のケーブルも同封。持っていない人にはありがたい仕様なのだ。投稿者としては部屋に腐るほど転がってるからあんまりいらないけども、家族かいとこのボブギラスにでもあげるか。いらないものを他人に押し付けていく邪悪なスタイル。本体はプチプチにしっかり梱包されてるわね。最近は大手メーカーの通販すら梱包ない時代だが、シャオミやイオンモバイルの通販を最近利用したけど梱包が一切なくてビビったのだ。本体前面については結構綺麗だと思うのだ。フレームとかは正直ダコン焼き座っても問題ないけど、画面は状態悪いと嫌だから助かる。 R2 は初代と違って縦長い画面に変わったのよね。フレームはだいぶダコンとか傷が多いなと思ったのだ。落としまくったのかしら。そもそも傷がつきやすい疑惑があるのだ。やっぱり本体の質感的な部分は当時ギャラクシーやエクスペリアに負けていた印象なのよね。アクオスフレームが無駄に反射しまくるので動画作るのも難儀なのだ。状態は全体的に C ランク感は否めないわね。株とかボロボロじゃん。これはどうやって使ってたんだ。背面パネルや前面は割とピカピカなのに、よほど雑に充電ケーブルをぶつけまくってたんだろうか。背面は割と新品同様レベルの綺麗さなのだ。カメラだけ真ん中あたりがコーティング剥がれてるっぽいけど、本体上部にはイヤホンジャックがあるのね。あとホームボタン的なやつはあまりにも位置が下すぎて押しづらいのだ。スペックは当時のハイエンドって感じだね。ギャラクシー S9 とかと同程度なのだ。この画面形状はいただけないわ。縦長だけどボタンの関係で下の画面外領域が広くて、上もデカめの雫型ノッチで周りに黒い枠まであるという。また画面の色合いもなんか濃くて、最近のアクオス端末と同じようなギトギトした雰囲気はあるのだ。電子レンジマンの動画。そんなアクオス R2 ですが、実際しばらく使ってみてどんな感じだった？暑い。暑すぎるのだ。また灼熱スマホが出てきてしまったか。まあ常時暑いってわけではなくて、ゲームとかの発熱しやすいタイミングで暑くなりやすい感じかね。暑くなってきた最近の気候だとこの暑さがだいぶ使っていてストレスなのだ。まあ今から買う場合こいつでゲームする人なんていないだろうし、あんまり問題ないかしら。なんかブラウザとか使っててもたまに暑くなってはくるので、なんともかな。そしてこのボタンというかタッチできるセンサーも微妙なのだ。さっきも言ったけど位置が下すぎるから単純に押しにくいんだよね。便利機能によりこいつをホームボタンとして使えて、戻るとかアプリ一覧を開く操作もできるんだけど、左右からのスワイプ操作がごちゃごちゃして分かりづらいし微妙かな。センサーとしての精度も物理センサー系としては微妙な気がしなくもないのだ。じゃあこのセンサーは指紋認証用にして普通に3ボタンで操作すれば良いんじゃない？まあそうだけど、一応こいつの売りって縦長大画面なので、それをわざわざボタンでサイズ減らすのも微妙だよね。背面パネルの安っぽさも個人的にいまいちかな。初代はそんなに気にならなかったんだけど、 R2 は妙に安っぽさが気になるわね。本体サイズが大きくなって最新機種感がアップした結果、その他の部分の古臭さが際立ってるのかも。なんか妙にテクテカしてていまいちだよね。同時期の Xperia XZ2K もそうだったけど、ギャラクシーがこの時代はデザイン的に圧倒的だった印象。アクオス便利機能は指紋センサーの他にもいろいろあって、まあ便利ではあると思うのだ。画面リフレッシュレートが2018年にすでにヌルヌル状態だったのはすごいわよね。100Hz らしいのだ。
画面リフレッシュレートの表示は素晴らしいので最新機種に負けてないけど、本体デザインは当時にしても古臭いというアンバランスさが魅力だね。動作的にはどう？快適に使えるかしら？2018年ともなるとさすがにスマホもだいぶ性能が上がってて、もう普段使いでストレスを感じる場面はないのだ。発熱は置いておくとだけども、アンツツベンチマークテストをしてみたところ448,978点という数値だったのだ。悪くないよね。アクオス R 初代は341,935点だったから10万点くらい上がってるのか。クリポネについてはとりあえず普通くらいの感じで遊べたかな。原神は低画質がデフォルトで、中画質だとデバイス負荷が非常に高い状態になってしまったのだ。最近のミドルスペックスマホでも中画質がデフォルトだけど、それより落ちるのか。まあそりゃ6年も前のスマホだからね。一応遊べるけど結構もっさり気味だったので、あんまりおすすめはしないかな。そもそもこいつ 64GB ストレージで、プリポネと原神入れたら本体容量がほぼ全部埋まったのだ。原神やるなら 128GB 以上のストレージがあるスマホを使いたいわ。電子レンジマンの動画というわけで、ここからはアクオス R2 のカメラ性能を見ていくのだ。 R 初代は思ったより綺麗って印象だったけど、 R2 はどうかしらね。というわけでブックオフに行く途中の風景。うん、なんかそうでもないという印象。妙に色がカラフルだよね。色を盛りすぎというか、その時代のスマホからよく搭載されるようになった AI の音で撮ってみているのだ。まだ AI の精度も微妙だったって感じかしら。でもマニュアル撮影ができるのはなかなか良さそうね。これマニュアル撮影は軟化調整難しいんだけど、ちゃんといじれば室内とかでもそれなりに綺麗な写真を撮影できるのだ。室内かつデジタルズームしてるからちょっと画質落ちてるけど、確かにこの写真は色とかしっかり調整できてるわ。眉間を打ち抜かれている空き缶人間、やっぱり色おかしいよね。これビビッドな世界観。考え方を変えてみると派手派手な楽しい世界を作り出せるとも言えるわよ。でも夕方とか曇りの日のちょっと暗いタイミングでは逆にめっちゃしょぼくれたムードになるのだ。昔のガラケーで撮った写真って感じ。なるほどね。この木の写真は良い感じかな。公園の像なんか暗いわね。ちなみにXiaomi 14 Ultra ではこんな感じになったのだ。思ったより変わらんな。これ木々の写真なんかはXiaomi 14 Ultra だとめっちゃ雰囲気ある感じに撮れるね。確かに。そしてこれがアクオス R2 の7倍ズームくらいの写真だけど、まあ苦しいのだ。望遠レンズないからね。というかこいつのレンズ構成って特殊なんじゃなかったっけか。公式サイトより抜粋だけど、実は動画専用のドラマティックワイドカメラってのがついてるんだよね。超広角のワイド動画が撮れるらしいよ。本紹介しちゃったからには動画を早いけど見てみちゃいますか。日差しが弱い日なせいもあったかもだけど、正直ただワイドなだけであんまり良いとこないね。そもそもワイドな映像の動画撮りたいか？一般の人って。僕なんかはそもそも4対3の映像の方が馴染み深くて好きなくらいなのだ。横長って画面全体を見渡しづらいわよね。映画館とかなら迫力は感じられるが、フィギュアは相変わらず顔にピントが合いづらいのだ。顔が大きい美少女フィギュアとかならまだいいのかな。そして細かい話するけど、アクオス RK って写真のサイズやたら大きいね。ギャラクシー S24 ウルトラでも標準だと3メガ台だけど、アクオス系は5メガ以上あって画像のサイズも大きいわ。普段の写真は 35% くらいの大きさで動画の縦の長さに合うんだけど、アクオス系は 26.3% でちょうど良い感じ。そしてラーメン、これも色がちょっと過剰な気がするのだ。比較対象としてあれではあるんだけど、ギャラクシー S24 ウルトラと比べるとこんな感じ。アクオスは色を持って美味しく見せようとしてやりすぎてる印象だけど、ラーメン全体にピントが合ってるのは飯テロ的な写真撮るにあたって都合良いね。 AI をオフにするとどうなるのか今度試してみるか。なお今回食べたのは町田商店のラーメンで、料金は800円、いわゆる家系ラーメンに行ってみたのだ。普段はボリューム重視の二郎系に行くことが多いけど、改めて食べてみるとこれはこれでかなり美味しいわね。太めの麺に飲みやすい濃さのスープで、料金も高くないのだ。今回は一切変更なしですの状態を食べたけど、次回は追加料金出して大盛りで食べたいかな。そして夜景は終わってるのだ。初代と比べてもちょっとしか向上してない感じかしら。まあ2018年ってまだそこまで夜景が撮りやすい時代なイメージではないけどもね。夜景写真を撮りたい場合はもっと他の機種を検討した方が良いだろうね。電子レンジマンの動画。そんなわけでアクオス R2 だけども、初代と比べると満足度は低い印象ね。初代は R2 と比べて小さい結果手に馴染むし、風呂でも片手操作で使いやすかったんだよね。R2 は画面が大きくなってサイズも伸びたから、風呂で片手操作で使うのが難しいのだ。
ホームボタン的なやつの位置自体は割と初代と変わらないわね。でかくなった結果下の端っこギリギリを触ろうとするとバランス崩して湯船にダイブしそうになったのだ。やっぱりこのインカメラ部分も微妙だよな。他社と比べても軟化視聴強いわよね。このカメラの周りの黒枠は何？あとホワイトスポットがあったんだけど、アクオス端末ってホワイトスポットある個体に当たりやすい気がするのだ。あとこいつモノラルスピーカーだけど、音質はまあ思ったよりはマシに感じたのだ。人の声とかちょっと透明感に欠けるけど、当時のコンパクトやセンス系とかよりはマシな気がしなくもない。コンパクト系のスピーカーはマジでひどかった印象しかないけど、今使ってみるとどう思うのか気になるのだ。そのうち安く見かけたらレビューしてみたいわね。あとはこいつ有線イヤホン対応かつハイレゾ再生できるみたいなので、MP3 プレイヤー的に使うなら割と安くて良いかもね。エクスペリアの XZ1 とかでいい気もするけども、まあ正直発熱とかもあっていまいちであることは否定できないので、どうしても安くスナックドラゴン 845K の機種が欲しい人にだけおすすめ。ギャラクシー S9 はまだ1万オーバーとかで売ってるので、7000円以下で買えるこいつは割と安いわよね。まあ S9 や Pixel 3の方が絶対満足度高いけども、そいつらとこいつを比べる動画とか作ってみてもいいかも。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案とか動画内容へのコメントもお気軽にどうぞ。ブログや SNS 等もあるので、興味ある人は概要欄からチェックしてね。そんなわけで次は R3 か R5G を手に入れてみたいところ。気になる人はチャンネル登録をして待っててくれよな。